日本富山県上市町東州東種は富山県中西川かは九条市町の町名。25世帯48人。周囲の西州、骨原、水上の集落と同様に、上、市川流域の種盆地に属する集落である。種盆地は安山岩の地質が地滑りで流れ出て形成されたもので、水はけが悪い沼地である。盆地の周囲は丘陵地に囲まれるが、 丘陵地の暗部に白く輝く剣岳が見える。東州にはアメダスの上市地域気象観測所が設置されているが、上市町中心部から離れた内陸の盆地に立地しているため、富山県内の他の観測地点と比べて低い気温が測定されやすい。富山県の市町村別天気予報では、上市と掲載されることがある。 東州の集落は1811年頃に沼地を開拓すると同時に形成されたものである。泥水を多く含む地質で胸まで浸かるほどの湿電だったが2003年から始まった補助整備で関連化された。伝承によると約170年前頃山伏や山防士、甲州の武者の子孫などが戦を避けて生き抜こうと方々をさまよい歩いていたが、 そのうちの何人かが現在の州より約6キロメートルから1 0トル奥の小股川の西、跡谷あたりに今日構えた。やがて戦乱が収まると次第に山を降り現在の種地区に永住するようになったという。そしてその土地で自給自足の生活ができるように高地を作り始めたがとても少なかったので雑草の生え茂っている沼地を開拓し始めたという。 種盆地と田んぼ、阿原田とは、現地の言葉で、1811年頃に沼地を開拓してできた泥水を多く含む、底なしの湿田のことを指し、阿原とは、胸まで浸かるという意味がある。桑を使わずに手で田を耕し、胸まで浸かりた上が行われ、肥料を撒く時も沈まないように、長い竹を支えにするなどの苦労があった。 1973年には水場蕉の群生地として知られる広報山の麓にある跡谷というところから水場蕉をあわら殿に移植した。毎年200株ずつ7年間ほどにわたって移植し、今ではあわら殿は水場蕉の咲く沼地として初夏にはその花を見に多くの人が訪れる。2003年には農地の整備事業なされ3年がかりで観田化が 完了した。隣接する西朱集落の日吉社には、石碑があり、農地を開いた先人たちの苦労と功績、そして整備事業によって生まれ変わった、阿原伝の歴史を後世に伝え、阿原伝の里は、実り豊かな土地であるという意味を込めて、伊藤町長の記号による、阿原合法上の碑文が刻まれている。東白山神社、東白山神社は、東の尊者にあたる神社で、 西種集落の尊者の日吉神社と向かい合った位置にある。東種の獅子舞は、1911年から伝えられた、ムカデ獅子を、東種獅子舞保存会が、郵送活発が披露するもので、と、山の獅子舞百選に選ばれている。境内の中央には、推定年齢300年、幹回り6.8メートル、樹高30メートルの杉の大木があり、天然記念物にはなっていないものの、 存在感を放っている。集落は、富山地方鉄道本線上市駅から8キロメートルほどの位置にあり、東首都城市市街地とを結ぶ町営バスが平日4往復、休日3.5往復している。ありがとうございます。